こんにちは。元学習塾講師の名前と申します。平均点が取れないという生徒さんから、学校のテストでは高得点だけどもっと上を目指したいという生徒さんまで幅広く指導してまいりました。私の指導方針はプラン B を持ち続けるということです。大半の生徒さんは一つの解き方を知ったらその方法で解き続け、応用問題が出てきた際に対応ができません。その際にプラン B、プラン C を用いる必要があります。私の授業では複数の解き方を提案し、その方法を検証いたします。最適な方法をプラン A とし、それ以外の方法を理解・記憶していただきます。そういったことを繰り返していき、私の目標は生徒さん側からも解き方を提案してもらえるようになることです。その結果、実際のテストではよくありますが、プラン A ではない解き方に誘導されてしまうというような問題にも容易に対応することができるようになります。気づけば数学への理解が深まっているだけではなく、テストの実得点も伸びていることでしょう。私と一緒に楽しみながら学力を伸ばしましょう。ご連絡お待ちしております。